皆さんこんにちは、こんばんは。みさこスタイル、みさこです。今回は福岡県の行橋に行ってきた様子をお届けします。レッツゴー。2023年9月末なんですが、福岡との行橋で面白いビーチサッカーフェスがあるっていう情報を聞いて、当日行くことを決めて急遽新幹線で行ってしまいました。まず小倉駅に着いて、そこから特急でさらに行橋まで移動します。ちょっとこの特急電車が今まで乗ったことないタイプの電車で、すごくワクワクしました。車内の構造も見たことない感じでしたね。長井浜海水浴場に着きました。行橋駅からタクシーで35分ぐらい、40分かかんないぐらいです。まさかの福岡まで来てしまうっていう衝撃でございます。みなこです。めっちゃ広い。これはやばい。楽しもう。会場に着いたら、ちょうど東京ヴェルディビッサッカーチームの試合をやっていました。この日はフェスっていう感じなので、試合以外にもかなり楽しめる催しがありました。アーティストのライブがあったり、フェス好きには本当にたまらなかったです。っていうか、完全にその T シャツが欲しいです。パズル側の T シャツ、どこに売ってるんすか？聞けばよかった。選手と一緒にライブをする PV みたいですよね。さあ、夜は立ち飲み屋に向かいました。チェーン店ではなく、地元のお店に行くって決めていたので、こちらのお店に決めました。本当に地元の人しかいなかったんですけど、その分たくさん会話も楽しみました。開口一番ビールを胃に流し込みます。で、このお店では豚足を食べた方がいいということで、早速注文しました。焼きベーコンとともにいただきます。てか、私このタイプの豚足初めて見ました。もっとなんかぷよぷよしてないですか？完全に焼いて出てくるのって初めて見たかもしれないです。いざ実食。これがね、本当に柔らかくてトロトロなんですよ。相変わらず顔がうるさくてすいません。これ東京で食べれるところを見つけたい。誰か知ってたら教えてください。うんま。こういう豚足食べたの初めてです。地元の方に現地のもつ鍋の食べ方とかを聞いて、本当に東京で食べているものと別物なんだなっていうのを理解しました。違うっていうか、実はここで飲みすぎて本当に記憶がないです。皆さんお世話になりました。ありがとうございました。ということで、翌日です。今回行橋に来たメインはビーチサッカーフェスなわけですよ。ということで、海水浴場に向かいました。この日は肉フェスもやってて、かなりの人が来ていて、とても賑わっていました。前日散々飲んでからの昼からお酒です。やらかしてんな、もうずっと飲んでるわ私。完全なる迎え酒で優勝です。9月末だったんですが、個人的に遅めの夏フェスを満喫中でございます。今日の服装見て、おんちゃん T シャツにマーチャントール、ハロコンか何かに来てる。私ホームスのコンサートに来てるみたいな格好着てるわ。大丈夫、この状態はハロコンでは絶対に見ません。知り合いのサポーターさんから追加でお酒をいただきました。チューハイからの生ビール、マジでずっと飲んでるわこの人。行橋に何しに行ったんだ。いや、確かにうまい酒とうまいご飯があれば最高。うん、飲みに来ました。もちろん酔っ払っておりますが、全力で試合を観戦応援しております。天気も良くてとにかく楽しかったです。お客さんもたくさん来てましたよ。すごかったな。
で当日の試合は配信もしていたんですが、その配信も終わった後のエキシビションマッチになんとタイの選手が出てたんですよ。でここで思い切って声をかけて知り合った選手とこの後タイで会うことになるんですよね。これもめっちゃ面白かったな。さあフェスと試合を楽しみまくった後は夜は北九州に移動してノマドニアの友人と夕食を楽しみました。ずっと飲んで湧きまくってた私なんですが、締めは大人な感じでゆっくりと食事を楽しみました。いやここ本当に美味しかったので皆さんもぜひ行ってみてください。私もまた行きたい。で食事中会話に夢中で動画ほぼ撮ってませんでしたが、結果9割飲んでた酒豪動画でした。あざした。